にしないで。っていうか、わざわざ事前に許可を取らなくても、あなたならいつだって大歓迎だよ。そうよ、チカちゃん、昨日みたいなことがあった時に突然来られたら困るでしょ。あれは笑っちゃったね。チカちゃん、昨日は寝癖のせいで放課後までぐにゃぐにゃした髪型だったずら。濡らしても櫛で解いても全然治らなくて、寝癖直し用のスタイリング剤とかあれば直せたかもしれないんだけど。絶対に戻るものかという強固な意志を感じたわ。一度決めたら諦めない、まさにチカッチヘアだったわね。うわぁ、やめて、すごく恥ずかしかったんだから。はいはい、おしゃべりはそこまで、練習を始めますわよ。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、ストップ。10分休憩しましょう。動き通しで疲れたわ。かな、お膝かーして。いきなり抱きつかないでってば、危ないでしょ。私も借りたい。じゃあみんなで膝枕休憩しましょう。はい、みんなごらん。おやめなさい、お行儀の悪い。あら、Thank you、助かるわ。そう？いいわよ。そうね、楽しいこと、辛いことを共に経験してきたアクアは、私が素でいられる貴重な場所だと思うわ。小原マリそのものを安心してさらせる場所よ。